さあ、やってまいりました。メディカルハーブ検定1問1答シリーズ、ハーブルセラピストのトミーです。今回のタイトルはですね、バイオフラブノイドさんというタイトルでお届けをしていきます。まあ最近簡単すぎるという声がありまして、前回の15問ぐらいからですね、ちょっとひねっていこうかという感じですけれども、まあ、今回も、頑張って、ひねりってきました。はい。まあ、実際のメディカルハーブ検定とね、あまりにちょっと、問題の内容がかけ離れすぎるとよくありませんので、まあ、なるべく問題文に沿ってはいるんですけども、まあ、ただ、あまりに簡単すぎても面白くありませんので、まあ、知識にね、として、ためになるような感じで頑張っていきたいと思いますので、お付き合いくださいませ。はい。まあ、どんな問題がね、出るのか面白いようなタイトルにしてみましたので、早速問題文に移っていきましょう。はい。それでは今回の問題です。ローズヒップに含まれるビタミン C は、熱で壊れにくいことでも知られております。うん、そうなんですよ。意外とね、ビタミン C 万能かと思いきや、まあ、壊れやすいね、性質も持っているということですね。です、ここからですね、その働きを補ってくれている成分は次のうちどれでしょうというタイトルで問題文になっています。ちょっとこれはね、テキストの方にも申し訳ない書かれておりませんので、頑張って、勘で答えていただくか、皆さんの知識にお任せしたいということでございますね。まあ、さっきのね、ローズヒップのビタミン C が、レモンの20から40倍も含まれているというね、前回の問題に引き続きでございますけども、まあ、この、働きをね、しっかり知っておいてくれると、まあ、すごくいいかなと思いましたので、問題文にさせてもらいました。まあ、優秀なビタミン C ですけどね、それがね、ローズヒップは、この成分も含まれていることによって、よりね、ビタミン C が、補ってくれているような、感じになりますので、そういうようなものを選んでくださいませということですね。はい。では、選択肢読んでいきたいと思います。A がビタミン P、B がリコペン、C がクエン酸、D が粘液質となります。まあ、どれも、含まれそうなんですけどね。うん。まあ、ローズヒップに含まれる、含まれないっていうのもありますので、その辺も踏まえて判断をしていただきたいなと思います。うん。まあ、これはね、知ってなければちょっと難しい問題にはなりますので、答えに行きたいと思います。答えはですね、はい、A のビタミン P になりますね。うん、ビタミン A でも D でも C でも D でも E でもなく P ということです。はい、ビタミン P あんまり効かないですね。私も、これをね、まあ勉強するまであんまり知らなかったので、ビタミン P ってどういう成分なんだろうっていうね、あんまり効かないじゃないかっていうお話なんですけども、その効かないからこそね、問題文にしやすいということもありまして、この機会にぜひね、勉強してみてください。では、ビタミン P についてお届けしていきます。はい。これはですね、まあ、補酵素というか、まあ、酵素ではないんですけども、ビタミンを、補ってくれる、ビタミン C を補うですね、水溶性のビタミン用物質の一つということですね。はい。で、含まれているのはですね、そうですね、おなじみのレモンとか、あとは、そうですね、こういうパプリカとかにね、写真載せてますけども、よく含まれているということになります。うん。で、詳しくね、解説していきますけども、フラボノイドのうちですね、ヘスペリジン、ですね、あまり出てきません。ヘスペリジン、それからルチン、あとはケルセチンですね。この辺は玉ねぎなんかにもよく含まれている、あとはルチンはそばですね、お蕎麦によく含まれている成分ですけども、まあ、非常に抗酸化作用があってね、非常に優秀な成分ですが、この辺のフラボノイドの、総称になっております。はい。でですね、熱によって壊れやすい性質を持つビタミン C の働きを助けてくれるビタミン用物質であるということになります。あまりメジャーではありませんけれども、働きを助けてくれる非常にまあ片割れ的な存在として、発揮してくれるということですね。で、ビタミン C の優れた抗酸化作用を発揮させる役割を持つということになります。で、先にも言いましたけどもね、ビタミン C というのは壊れやすくてね、非常に危うい存在であるんですけれども、このビタミン P があることによって、抗酸化作用ね、しっかりとビタミン C が発揮できるということになります。で、このローズヒップに関しては、ビタミン P も、しっかり含まれていますので、ビタミン C を効率よくね、体に摂取できるということで、非常に優秀なハーブということが、まあ、言いたかったということになりますね。はい。まあ、この辺ね、しっかり押さえてください。まあ、試験には直接出て、行きませんけども、まあ、してる損はないと思いますので、頑張って勉強してみてください。では、次のハーブでお会いをしていきましょう。トミーでした。バイバイ。